お疲れ様です過去にタイムスリップして歴史上の出来事を一つだけ生で見ることができるならば、河野さん何が見たいですか河野さん生誕前の出来事でお願いします。えー、何が見たいかな何を見たいかな生で見ることか。僕、生でなんかタイムスリップした時に考えること,として、あれなんですよね。なんか生で見たいというよりかは、 こう、今の持ってる自分の知識だったりっていうのを過去に <laughs> 遡って、めちゃめちゃ本を出版したいっていうえ。実は時間っていうのは相対的なもので、みたいな。動いてる物体っていうのは実はこうで、みたいな。で、例えばこういう実験したらわかるよ、みたいな。ね。ほら、時間って相対的なものでしょまあそ、そほらっていうか、それ、を こういう結果が導かれてるから、それって時間が相対的なもの時間っていうのは人によって、動いてる物体によって、進む速度が違う。っていう風に、こういう理論を立てたら、辻つまうでしょっていう。あ、高速普遍のね、原理とかも、まあ、歯車のね、あるじゃないですか。 あれとかをなんかこういろんなね今の知識を使って過去に戻って出版したいっていう、まあ、そういうのがありますね、まあ、それを今の時代でやれと生きてる中でやれっていう話なんですけどはい頑張ります <music>